の声？すみません、旅人さん。私と一緒にこちらへ来てくれませんか？頼みたいことがございます。すみません、急に呼び出してしまって。実は、私が先ほど作った料理が失敗してしまい。あの音は、鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通り、この家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため、道具と食材の用意を店主。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは、椿さんへの手土産でございます。お母様の手記には、椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため、異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。私もそうなのではないかと思っていました。あなたみたいな各地を旅する方であれば、きっと様々な美食を知り尽くし、知識にも富んでいるのではと。料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。オイラ知ってるぞ。この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ？おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面にのせて焼いた食べ物だぞ。すっごくおいしいんだ。それはとてもおいしそうですね。ピザは焼けましたか？焼けた焼けた。香ばしい匂い。旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた？あ、これは神里様、欲しかった料理ってこれのことですか？はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。あー、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふ、作り方を教えてやろうか？え、いいのですか？食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんななら、この料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！前
異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか？オイラたちの好きな具材でピザを作りながら、その内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。そう、それだ。じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですから、きっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。レシピは書けましたか？書けました。ありがとうございます。うわ、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？おいしい。これもおいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それは全て事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん、また…そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。あ、すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とても嬉しいです。いいんだぞ、オイラたち、よくしてくれた人には
こっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて簡単にではございますが、ある私が思うに椿さんは狐紳士かもしれません。狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐紳士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐紳士が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか。稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり地下をかけたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。憧憬の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な奇人に会いに行きましょう。